はい。12時、昼の、寝てた。荷物届いて起こされた。開けた。届いた。俺のミオが、俺のミオ、届いた。開けます。俺の海を開けます。いやー、やっと届いた。いやー、最高だね。もう開けたくないもん、正直。俺の海を。ミオちゃん。ちゃんミオ。いやー、マジで。いや、正直、フィギュアなんてもう買わないって決めてた。なのに、買ってしまった。2個買おうってなった。けど、だいたい1万円ぐらいってなった、一体。え、今フィグマってそんな高いのって。やめようってなった。だから1体だけしか買ってない。だから、何?あれ。個体不良とか?その、ね、俺のやつだけ外れ品引いたとかだったら、結構悲しい。開けます。あ、まあ、パッケージはね、こんな感じなんですかね。はい。いや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 。603番、見よう。うわ。新品の香り、見ようの香りする。おー。これ背景がね、これ使ってくださいと言わんばかりの、ツノブレイドの、いい。いいね。はい。正直、ストーリーとか結構覚えてないかもしれない。今、しかもトラキアやってて、ゼノブレイドクロスは一旦お開きしてるから。あと、エンゲージも始めちゃったから。あと、スマホゲームやってるし。今、ゼノブレイドの、なんか、トレンドっていうか、は来てない 俺の中では。まあ、ミオね、嬉しいんですけどね。まあ、今年かな?ゼノブレ3のさ、アミーボ出たの。今回てか、ここ数年はゼノブレグッズ結構増えたなって感じなんですけど。台座と手首パーツっすね。うん。変える気ないから、台座もめっちゃ持ってるから、正直これ開けなくていいと思う。あと説明書入ってます。やっぱ本体がメインなんで。いや、やばい、花粉がきつい。そして。うわ。ああ。へそちら、腹ちらしてる。開けなくてもわかる。すごいよ。すごいよ。まずどれから行く?本体じゃないよ。一番最初に行くの。日記。ミオの。これ、白くてちょっと見づらいかもしれないけど。ちゃんと文字書かれて。読める。俺なら読めるよ、これ。読めないけど。すごいよ。あとこの武器。名前ちょっとわかんないけど。名前あるよね。へえ。裏表別に違うとかじゃないんだね。こんなんで戦うんだよ。くって。ジェミレループ いやー。いいよ。やっぱね、
クオリティはね、さすがグスマさんって感じですわ。ちょっと汚れがあったね、今ね。気になんない。俺は気になんない、このレベル。点って。黒い点って感じ。取ればいいし。おそらく取れる。こっちもね、印刷ずれみたいな起きてるけど、俺は気にならない。どうせそんなさ、メインじゃないし、日記とか。次、お顔いきます。もうお顔が命なんでね。完璧。完璧です。叫び顔。まあ、変える予定はないかな、今のところ。叫び顔には。目つむってる顔が2つある。取れない。俺の指じゃ取れない。このミオの顔の小ささが俺の指じゃ。笑顔。や、俺のミオはやっぱ笑顔がね、似合うね。目を閉じてる。目を閉じてるってなんかあれだね。あ、笛吹いてる時のね。なんか、韓国とか中国とかのフィギュアメーカーでよく目つむってるやつ多いらしいんですけど、顔パーツで。で、あっちの人たちってそういう癖なのかなみたいな考察してる人いましたね。それあるかもしれないな。あるかもしれないな。勝手に。で、髪ロングバージョンの時に使うミオの頭パーツ。いや、これは、まあ、フィグマにありがちなロングヘアの、あれだね、表現だね。ちょっと汚れがついてるけど、全然俺は気にならない。素晴らしい。完璧です。で、本体っすね。うわ、かわいい。うちの子がかわいいんじゃ、一番。うちの子が一番かわいいんじゃ。ちょっとこの、何？ビニール取っていくわ。足首にもついてるよ。足首っていうか、何？膝？早速足外れたけど大丈夫。いい足。太すぎず、細すぎず。女性っぽい。女性ライクな感じ。足。ポキッとか言ってね。悲しい。N 状態になっちゃうわ、ポキーとか言ったら。叫んじゃうね。発狂しちゃうね。ん？このビニールを一回外さねえといけねえのか？分解したくねえぞ。足ちょっと取れたんですけど、そもそも。うわ、可愛いんだけど。待って。ちょっと待って。一回、どこ止めていい？って言って。超可愛いんだけど。うわ、腕にもついてる。今のフィギュアって、あれだね、厳重だね。いや、なんか、いい。ミオの衣装が、可動フィギュアとの相性結構いいかもしれない。そんなに関節気にならない。まあ、手がで、ここ、
肩ら辺がちょっと気になるかなぐらいで、実際気にならない。まあ、可動フィギュアってそんなもんだろうぐらいだし。あー、素晴らしいよ。待ってください、これは。やっぱ、胸は小ぶりだよね、によってね。ちょっとビニール、これだるいね。これ外せんのか？服は外せない。キャストオフできないのかな？できそうではあるけどね。できそうではあるが、書いてはいない。って言ってこれ外すんだ。その状態でじゃあ。やっぱ上半身ちょっともがないといけない系か？怖いぞ、それは。そういうことあまりしたくないぞ、俺は。いや、マジ取れねえわ。一生ビニールつけとく。あ、取れた。取れました。完璧です。来ました。ちょっと、可愛くポージングできないんだよな、俺。女性スタイル、あまりわかんねえんだよな。わかんないけど、まあ、すだちでね。はい、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 はい。完璧。ちょっと、見て、うちの身を。完璧じゃん。さすがグスマさん。服が面白いよ。服、面白い。なんか構造が。なんか、肩についてる感じ。へそ。へそちらしてる。見えないと思うけど。見せる気ないんだけど。いや、素晴らしいんだけど。けど、今から、あの、フィギュアレビューしてる人が言っちゃいけないっていうか、あまり言わないような、今フィギュアレビューしてる人じゃないし、俺。うん。間違って買っちゃったようなもんだしね。気の迷いだし。言っちゃうけど、買って、だからなんてなってる。うん。実際はね。実際は。いや、欲しかったよ。衝動的に買っちゃったよ。うん。発狂したよ。発売決定して予約開始された時とか、俺の身よだーって、俺の身よって発狂したけども、いざ手に取ってみたら、だから何みたいなところはやっぱある。その上でやっぱ思うのは、本物が欲しいってなる。本物が欲しいって、やっぱね、やっぱ本物が欲しいってなっちゃうよね。あ、なんか言うにもなんかあれだよね、一応現あのー、何、彩色バージョンじゃないやつ。あー、塗装剥がれちゃう。大丈夫、うちのミホ。この傷はなんだ、これは元からついてたやつか。これつけたか今。わかんないね。まあ、気にしない気にしない。形あるものはいずれ壊れる。立たせれないんだよね、台座ないからね。いや、台座あるんだけど、出すのめんどくさいんだよね。いや、待って、俺の持ってるやつ持ってくよ。ユーにね、いや、ユーによりも実際ノアの方が欲しかった。それだったら。いや、だけどまあユーにも欲しいけどね。ユーにの、ユニユニの部分触ってみたいしねとか言って、まだ硬いからさ、本物欲しいってなる。あー疲れた。
いやもう満足だわ、うん、正直。いや、1万円の価値ありますって言われたらないよ。いや、あるんだけど、あるんだけどない。いや、どういうことって言ったら、もう俺はフィギュアとかはいいかなってやっぱなってんだよ、正直。あの頃はめっちゃ買いまくったけど、こうやってね、何 SH フィギュアとか飾るためのスタンドとかも買いました、たくさん。で、家にまだあります。だから何って、なってる、正直。飾ってさ、いや小さい頃とかだったら、その何ワイワイガヤガヤ、人形遊び、人形ごっことかやってたよ。けど今じゃね、やんねえじゃん、そういうことは。じゃあな、どうすんのって言ったら飾る。飾ってさ、そんな長い時間眺めなくね？実際。実際眺めないんだよね。その何？フィギュアを見ながら、お酒飲んだりとかさ、しなくね？実際。いや、俺はしないんだよね。知ってる人いるのかもしれないけど、俺はしないんだ、あまり。その時間だったら別のことするわってなっちゃうんだよね。いや、まあ、タイパスを重視する世代とかって言われたら、まあそこまでなんだけど。はい。素晴らしい。ちょっと、穴にぶっ刺すのは俺は好きじゃないんで、このアームでちょっと固定してるんですけど。でって買っといて。いや、だからね、あ、笛紹介してないじゃん。笛、笛やっぱ交換したいよね、ノアとね。笛交換するとかちょっとあれだよね、壁の人からしたらねって。やばいよね。なんかさ、たまになんか漫画とかアニメとかでさ、笛が盗まれるエピソードあるじゃん。何学園物の作品とかで、実際そんなことあるみたいな、現実、リアルでそんなこと起きるみたいな。いや、あんのかもしれないね。俺が知らなかっただけで。学生時代。あったのかもしれない。あまり意味がわからない。あ、やっぱジョイントに刺すの辛いわ。ここの穴にね。可動域とか調べる？だるくない？別に なんかさ、もうアクションさせて飾るとかっていうわけでもないんだよ、俺は。もうそれだったら映像作品見るわみたいな、本物に近い方を見るみたいな。まあ、可動域とかね。あ、パンツ見んの忘れてた。まあ、パンツって言ってもさ、フィギュアのねパンツ見たところなんなんて、しかも可動フィギュアだよ。だからってなるよね。尻はね、うん、まあ、いい感じ。うん。だからって話なんだよね。俺は本物が欲しいって。もう、ポージングで謎。ポージングが謎。もう何やっても可愛いから、ポージングなんて。
実際見て、うちのミオ、手のひらミオちゃん見て、え、セナも欲しいじゃん、ユーニとか出てきたら。セナのハンマーとか絶対おもろいやん、あれ。稼働フィギュアであれ立体化されたらどうなるの。ランツの武器とかさ無理か、ランツはさすがに。ランツの武器とかね、コアクリスタル綺麗。ピント合わないねいや素晴らしい素晴らしい。まあ、U に出たらどうすんのって、実際いらねえとか言っといて買わねえのって言われたら買う買うんかいっていうね。 U には欲しいでしょそりゃ。あれ大きさ違うのかなこれ、実は今と昔では。3ミリ軸じゃないの？あ、3ミリだったっけ？そもそも。何ミリだったっけ？覚えてないんですけど。まあ、ええわ。挟めます。アームで。アームで挟めるような大きさじゃないんだけどね、実際。地震なんてきたら終わりだよこれ、アームで挟んでたら倒れるぞ、怖いな。穴刺した方がいいかな、やっぱ専用ジョイント使っていや謎だな、ちょっと待って、謎だポージングが。やるんだったらもっと面白くしようぜ。キャストオフギミックあったから完璧だったね。腕パーツとか用意して。いや、うちのミオが一番可愛いな、やっぱ。見れば見るほど。それが再確認できるっていう上では、やっぱフィギュアって素晴らしいな。いや、これも謎ポーズなんだけどね。そんなのあったっていう。いや、ないんだけど。そんなキャラじゃないんだけど。ヒロポーズ。手を前にしようかな、じゃあ。アイドルですかっていう。まあ、アイドルみたいな可愛さなんだけど。アイドルみたいな可愛さなんだけども、いやねえ、やべ鼻水いや、ユーニア買うよそりゃまあ、スケールフィギュアはね、もうね、ミオ出るってね、確定してるんでね。まあ、それは買わない。スケールフィギュア正直買わない。それこそなんか面白くないしね。いや、見てどうなのっていう話だし。そんなじっくりとまじまじと見てるのなんてものの数分だよ。みたいな。それだったらアクションフィギュアでこうやってさ、変なポージングさせてさ、遊んだ方がまだおもろいわみたいな。だから買わない。基本俺スケールフィギュア買わねえんだ。スケールフィギュアってか、その何や、アクションフィギュアじゃないやつは買わねえんだ俺は。ちょっと怖いから大豆2個で挟めとく。飾るときはさ、アーム2個でさ、いや、わけがわからないんだけど、台座つけすぎるっていうのも正直。いやだって怖いじゃん怖いよ俺は、自信多いし正面からつけんのはダサくないっていう。
ゼノブレイドやりたくなってきたな。そして、あれだね、アームのこの何ビス。しばらく使ってないと錆びてくるんだね。錆びてるわ、やっぱ。あれ、こんな緩かった。まあ、いいか。やばい、鼻水がうざい。そして、花粉症がうざい。俺の防御機能もう勘違いしちゃってさ、あれ？これ違う？メーカー違う？バンダイって書いてるやつとバンダイって書いてないやつがあるってことは、これあれだね、俺パチモン買ってんね、おそらく昔。じゃあ3ミリ穴入るかなと思ったら入んねえんだよね。3ミリじゃないか、これ1ミリ2ミリ、あ、入った、無理くりやって入った。よし、これでもう俺は心配ね。さすがバンダイの方のやつは入ったわ。これこっちパチモノっぽいわ、バンダイって書いてあるもん。こっちパチモノは錆びてないんだよね。パチモノでも全然使えるけどね、うん。はい、しばらくはねこの謎ポージングでね飾っていきたいと思います。はい、切りますかな。ヨロピッピって感じです。はい、別作品、最近やってるほどゲーム。はい、じゃあねバイ。謎30分やってんじゃん。